ビロバリドは胃腸に含まれる生理活性テルペントリラクトンの一種である。ビロバリドは胃腸の歯に含まれるテルペノイド類の主要な構成成分である。根にも微量存在している。ビロバリドは炭素数15の骨格を有するセルキテルペノイドである。ファルネシルにン酸からの正確な生合成経路は不明である。ビロバリド及び銀コリドは 共に非常に似た生合成経路を有している。ビロバリドは、銀コリドから部分的な分解によって生成する。ビロバリドは、ゲラニルゲラニルピロリン酸に由来する。GGPP は、ファルネシルにリン酸のイソペンテニルにリン酸単位への負荷によって生成し、炭素数15のセスキテルペンとなる。このような生成は、メバロン酸経路及びニシーメチル D。 エディトリトールマイナスリン酸、1デオキシディキシルロースマイナスリン酸経路を経ている。ビロバリドを生成するために炭素数20の銀コリド13がはじめに形成されなければならない。GGPP をアビエテニルカチオン5に変換するためには単一の二元機能触媒である。アビエタジエンシンターゼ e イが必要である。しかしながら、手見、関節断。 ラクトン管形成への銀コリド構造の複雑性のため、ジテルペン8が説明のため代わりに使われている。レボピララジエン6およびアビエタトリエン7は銀コリド、およびビロバリド形成の線具体である。このマレナター飛ぶチルチ管器は9の A 管から形成される。ビロバリド13は、次に銀コリド12の分解により、炭素を失い形成され、 ラクトンは残ったカルボキシル元とアルコール間の期から形成される。ビロバリドの最終産物はセスキテルペンと3つのラクトン間を含んでいる。ビロバリドは胃腸抽出物の作用のいくつかに重要な成分であり、神経保護作用や肝臓の酵素サイプス酸 a 1及び 1A2 を誘導する作用を示す。後者は部分的に腸及びその他の植物薬あるいは 医薬品との相互作用の原因となっている。ビロバリドドは最近ガバー受容体及びガバー、受容体のアンタゴニストであることが明らかにされている。ガバーのうち、ビロバリドはガンマ網の、落散受容体サブユニットアルフス1といった認知や記憶機能に主に関与しているサブユニットに対して選択的である、可能性がある。ありがとうございます。